構造化は構造エンジニアの中で特に作家性、作品性のある建築構造を手掛けるものを指す日本独自の故障。構造化という故障は1950年には用いられており、建築雑誌1950年5月20日後への浜口隆一と山本学知による寄稿文において確認できる。山本学知は優れた技術者であると同時に高い建築的、 構想力を持っている人々をアーキテクトエンジニア、構造化と称している。さらに、近代建築における職能の多様化により、建築家との共同設計が意識され、必然的に成立した職能であるとしている。共同設計の上で建築家とは対等の立場にあり、建築家と対立する存在でなく、また従属関係にある存在でもない。最近では、構造デザインと言われる。 設計手法を実践する構造エンジニアを故障するものとして用いられることが多い。菊武清志くんは構造的建築家とも称した。海外のエンジニアに対しても用いられており、オブアラップやフライオットーなど作家性の高い建築構造エンジニアだけでなく、ロベールマイヤールなどの優れたシビルエンジニアに対しても使われる。デビット・ビリントンは設計者の思想や 技術的工夫によって、効率性、経済性、優美さという三つの理念が統合された作品を、構造芸術と定義し、これを実現する構造エンジニアを、ストラクチュアルアーチストと表現している。エンジニアアーキテクトとも呼ばれる。日本では、真島健三郎、吉田忠だらや佐野力、内藤太中らが、建築構造分野における先駆的存在と言える。 彼らが海軍省や大学組織に属しながら業績を上げていた一方で、1950年に横山富学が専業の構造設計事務所を開設し、前川国代らとの共同をはじめ、建築家と対等な立場としての構造化という職能が成立した。その後、坪井義勝、木村俊彦、川口守らの活躍により、 構造化という職能は大きく展開した。現代では大学の教官や専業の構造設計事務所を主催するに限らず、企業に所属しながら作家性の高い業績を上げる構造化もいる。自然災害の多い日本では建築構造設計の重要性は高く、建築作品に対する構造化の貢献度も大きいことから建築家と構造化が連名で、 建築作品を発表あるいは表彰される事例は少なくない。例えば、坪井義勝、中武雄、松井玄吾木村敏彦、矢野勝美、新谷正人、梅沢良造、金田勝則、佐々木睦郎らは建築家とともに日本建築学会賞を受賞している。構造家に対する建築構造分野の代表的な検証として日本ではかつては 松井言語賞があり、それを継承し、松井言語賞受賞者らが組織する、日本構造化クラブの日本構造デザイン賞、また構造化懇談会から開祖した、日本建築構造技術者協会が主催するジェスカ、賞がある。日本の構造化は、坪井義勝、川口守、斉藤君よらは、イアスエドゥアルド・テロハメダル、矢野勝美は、つく、ロラン・シャープメダル、和田明は、 クトバファーズルールカーンメダルを受賞するなど国際的な評価を受ける構造化も多い。ありがとうございます。